どうも、岡野ゼミナール塾長の岡野と申します。皆さんお元気でしょうか。まあ日中もさっちもいかない時代でございます。しかし、世界は動いてるし、でまあ小生も体が一つしかないのでね、どうしたもんかなと思って、まあなかなか辛いんですけれども、やっぱりそれでも、表現していかなくちゃいけなくて、やっぱりその表現のことはエクスプレッションとかね、で言うそのことはエクスプレスとか言いますけど、この X ですね、これをこうプレス、ね、押し出していく、この押し出す力っていうのがすごくあれで、やっぱなんかこう、なんか表さんとかとこの原発の話とかもいろいろしたんですけど、ちょっとまあジェネレーションが違うんですけど、その、ね、彼もやっぱりこの原発の、反対のデモみたいな若い時に、してたようで、で大牟さんからすると、まあ、スリーマイル事件が起きて、でジェネラルエレクトリックっていうのはあの GE ですから、エジソンの作った、まあ、原発だったんですけど、それがね結局あのその原発っていうのが、そのスリーマイル事件が起きてからジェネラルエレクトリック製の原発が全くそのなんていうんですかね、世界中で売れなくなったのを、まあまあなんか中曽根康弘とかそこら辺のやつらがですね、ちょっとこう裏声をしてやってたんだみたいなお話を聞いておそらくあのニクソンショックっていうのがあって、1バレル3ドルぐらいだったのが、今1バレル50ドルとかですからね、やっぱり高くなってくるとどんどんね、1バレル本当100ドルぐらいとかなったりとかする時もあるので、本当にこの3ドルでこう動かせたものがどんどんあの石油の値段をこう上げていかれたので、日本の場合は自前エネルギーがないですよね。だから第二次世界大戦、なぜ戦争が突入していかなくちゃいけなくなったかっていうのをやっぱりそのアメリカとかイギリスのエスタシブリメントはまあそこら辺を知ってたので、まあ、ABCD 包囲網という形で日本に経済制裁をしたわけですね。ですから非常にその、まあ、エネルギーっていうものが非常にまあ大切であるっていうことは我々もちゃんとその知っておかないといけないですよねっていうのは、ありますね。それでまあで、まあ、大本さんがなんでそのね、多分1970年代だと思うんですけど、起こったかって言ったら、ジェネラルエレクトリック製の、そういう、その、未完成なものを置くんじゃねえっていう形で、起こったようです。で、小生も同じでね、やっぱり今回その福島原発の事故がこの起きた、きっかけっていうのが、やっぱりそのどうして起きてしまったのかっていうのが、やっぱりその福島の、原発がそのジェネラルエレクトリック製のものがね事故を起こしたっていうのをメディアが全く言ってないわけなんですね。ですからあのいろいろこうなんかその世代も違いますし、見てる世界も違うんですけれども、なのでなんかやっぱこう双葉じゃなくて、何だったかな、そこの町の人たちとかには、がもう本当になんかそういった原発反対とかをした時になんか食料を出してくれなかったりとか、いろいろ大変だったらしいんですよね。ですのでそういうその未完成とか不完全なものを置いたりとかするあの彼らにはいつか、まあ、罰が当たるんじゃないかなっていうふうな形で、まあ、表さんも一応見ていたようです。でやっぱり
まあ実際にそういうふうにバチが当たってしまいましたから、なんとまあ言葉にできないんですけれども、なのでやっぱりもう少しね、その我々がそのテレビで見ている情報と、そういうまあ小生とか、まあ、表さんが持ってる情報の乖離っていうのを埋めなくてはいけなくて、でまあ小生はそういうものをちょっといちいち調べたりとかしてですね、こうやって YouTube で喋ったりとかするんですけど、まあ再生回数は本当に、50回ぐらいしかないのでね、あんまり何の意味もないと思いますし、不毛なんですけど、その50人の人たちがそのテレビの情報と、まあインターネットの情報をこう、まあちゃんとこう分けてですね、でそれで自分たちでどうするのかとかね、やってほしくて、例えばそのまあ、タバコが体に悪いとかってメディアで言うじゃないですか。今だったらソーシャルディスタンス取りましょうみたいなことを簡単に言うじゃないですか。じゃあタバコがどう体に悪いのかっていうのをご自身でもやっぱ調べてみてほしいんですね。で実際にタバコを吸わない方が体にはいいと思いますよ、ぶっちゃけた話。だけれどタバコを一番吸ってる世代が85歳まで生きてますからね。ですから自分がいくつまで生きたいんだとかね、そういうのももう少し考えてみた方がいいんじゃないかなって思いますね。だからちゃんとその注意事項だったり、いわゆるキャプションとかをね、ちゃんと読んでほしいですね。例えば、2010年までは小生もタバコの煙がちょっと苦手だったんですよ。でなぜかと申し上げると、やっぱりこう2010年の時には脳卒中と肺がんになる可能性が3倍から4倍に高まるって実際に書いてましたし、でやっぱ体育とかそういった保健の授業とかでもやっぱりこう体に悪いっていうのは実際に聞いてましたし、だからやっぱりあまり11年前はそんなにタバコの煙副流煙が好きじゃなかったです。でだけどやっぱり自分でキャプションをゆっくり読んでいったんですよね。で2013年になってきたら1.7倍ですね、脳卒中と肺がんになる可能性が1.7倍まで下がって、あれ？っていう形で小生の中でこう「ああどうなのこれ」みたいな形になってきて、で2015年になった時に肺気腫になる可能性が高まりますっていう形で、脳卒中も肺炎も一つもかけなくなっちゃったんですね。でその2017年ぐらいにキャプションを読んだ時にはずっこけそうになって、幼児と妊婦には悪影響がある可能性が高まりますっていう書き方の文言になってたんですね。これコーヒーと同じじゃねえかよっていう形になって、その時にやっぱりあれっていう形で、なんかこうタバコを体に悪いって言っていた過去の自分と、それを言ってしまった喫煙者の方たちに本当に謝りたいなって思いましたね。本当にね、申し訳ないと。でもやっぱりこうもっと調べていくとね、1989年ですね、この頃ってやっぱりタバコ170円なんですよね。でそれでタバコ買いに行ったりとかしてりとかすると、タバコ170円だったんで30円お釣りがもらえて、で当時ジャンプとかも160とかそれぐらいだったので、もう本当に5回買い物行ったりするとジャンプは買えたりとかしたわけですよ。で団塊の世代が一番40で働き盛りだったんで、やっぱりすごくね、街も元気だったし、85%の人がタバコ吸ってたんでね、成人男性が。今ってもう30%切ってて、タバコも570円ですから数量も減ってるわけでしょ。で吸ってる人の人数のパイですね、もともとの人たちも減ってるので、タバコの煙なんかも絶対10分の1以下なんですよ。にもかかわらず脳卒中と肺がんは増え続けてますよね。ですからね、やっぱりその寿命が伸びたからとかっていうのもいろいろあるんですけれども、やっぱりそ
そのタバコが体に悪いっていうのはちょっと、いかにもちょっと行き過ぎてるというのをちょっと我々は知っておかないといけないのかなと思います。そして、ね、例えば CO2 が悪いみたいな形で、まあ1997年にまあリサイクル法っていうのもできたりとかもしたんですけど、やっぱりそこら辺からまあ地球温暖化みたいな形で騒ぎ出したんですけど、その前からまあ騒ぎ出してたんですけど、地球は温暖化しないんで、なんかその大気のなんかこう、なんていうんですかね、こう温度の差が激しくなるどうやらみたいな形ですよね。ですからなんかこう、なんか温度が変動するとかみたいな形で、なんかこう言い方を わざわざ変えたりとかして、なんかもう本当にくそくだらない、ロジックにどん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 こう変わっていきましたね。だから本当にこんなね、くだらない形、つまり太陽の黒点だったりとか、そういった位置によってこう温度がこう変わったりとかもしますし、でまあ寒冷化っていうのも、要はね、我々何万年前っていうのは、北海道とか、あとはその、なんていうんですかね、アラスカとか、そこら辺が全部氷でつながってたわけですからね。じゃあ CO2 を出してたんですかとかね、そういうところもちょっと考えてみないといけませんよね。ということは、地球がこう動いてるし、太陽の黒点だったりとか、そういった位置によって動いてる。つまりその CO2 も本当に微々たるものかもしれない。つまりそのね、いろんな添加物とかさまざまなものを我々体に入れてますよね。その中の、薬物だったりとか、スモークガスだったりとか、電磁波だったりとか、さまざまな中の容易の中のタバコの煙が一つのね、体を悪くする要因の中の一つかもしれないですけど、微々たるもので CO2 を出してるからどうだらっていうんですけど、もう2000年にもう論文が出て、そのことはもうひっくり返されてますしね。でそこら辺を見ると、地球環境と CO2 が結びつかないのが分かるんですけども、メディアで言われると、地球はどうやらとかっていう形で反応してしまったりですね。本当にその、でゴアさんっていう人がね、その CO2 を出す地球温暖化って一番騒ぎましたよね。で彼が地球温暖化云々ってやってましたけど、ものすごいご自身は豪邸に住んでて、電気代がもう日本円で何十万ぐらい超えるぐらい CO2 を出してるっていう、ものすごいその、なんで不都合の真実っていうものを出しましたけど、自分自身が不都合の真実の中の一人であったっていう感じですよね。で原発反対してた坂本龍一とかも、ノヌークとかって言って言うのにもかかわらず、その自分が一番電気を使って東京ドームで YMO でやって、1人からチケット1万円ぐらいもらって5万人以上集めるわけですから、本当に3億円ぐらい荒稼ぎをしてね、やってた張本人が、一番電気を使って、本当に電気使わなかったら100人ぐらいの前で演奏しかできないですから、そんな5万6万の前で何で演奏できるんですかって言ったら、電気の力使ってるからなんですよ。それを我々は忘れちゃならないし、でね、その30ぐらいからオーガニックの食い物食って、で40からニューヨーク住んで、で50でタバコやめてみたいな。なのになんか喉頭栓かどっかのがんになっちゃって、そしたら放射線治療を受けるんですよね。いや俺は原子力とか放射能嫌いだから、俺は治療を受けない、そのまま死ぬんだって言ったら、うわ坂本龍一さんさすがですねって言うんですけど、結局治療を受けて、んで治療を受けて治った、その次はアフラックで CM をやって、もうカツカレーが食べれて幸せだったとか言って記事を書いてるわけですね。本当のクズだな。つまりその脱電力、原発が悪いって言うんだったら、同時に脱電力どこまでするんですかっていう、どこまで
不便な生活まで遡るんですかっていうお話もしなくちゃいけないし、で1970年代まではガソリンとかも1バレル3ドルぐらいで買えたんで、今は1バレル50ドル超えるわけですよね。だったら今ものすごい値段が上がってるんで、自前エネルギー持ってないと日本のお金はどん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 中東の方にお金が出ていってしまうわけでしょ。で今アメリカの方とかでも安倍さん、菅さんが行ってバイデンさんと会って原発を動かしましょうみたいな話をやってるのは、ロシアと中東の力をちょっとこう落としたいっていう、ちょっと一つの政治的なね動きにも感じますよね。そういうふうにですね、その一面を見るんじゃなくて多面で見る。でそういう力をね、その日本人に養ってほしいですし、で小生はなんか大田さんとかはもう諦めたらしいんですよね。もうこれ何言っても変わんねえよっつって。小生も一緒ですよ。不毛だと分かっててやってるんですよね。だからもうバカだ、こいつらバカだって思ってるんですよ本当は。でも日本人だから日本人最後信じるのは日本人以外いないんですよ。何かが変わるとかも正直あんまり思ってはないですね。だけども誰かが1にならなくちゃいけないんじゃないですか。1、0は何かけてもダメですけど、1だったら100とか200かけたら200にも300にもなりますし、で200から300をさらにかけていけばどん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 大きくなっていくんですよ。だから誰かが1にならなくちゃいけない。この1になるっていうのは結構勇気のいることなんですけど、諦めずに やっていけんじゃねえか。なんか青臭いこと言ってなんかバカらしいんですけどね。じゃあまた会いましょう。岡野純奈でした。やれやれですよ。